動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、それではですね、次はですね、大中山駅というですね、駅になります。大中山駅はですね、私の事前調査によると函館奉行所の、なんだろうな、中島辰三郎さんという、名前の方から取った中島村と大川村っていうのが合併して大中山村になったことに由来するとされています。はい、それではですね、左折して国道5号を先に進んでいきましょう。この国道5号沿いも結構商業施設が多くてですね、神戸札幌、右にはセイコーマートがあります。セイコーマートの営業時間は24時までとなっています。函館新道ができる前まではこの国道5号が函館から北方面に抜けていく唯一の道だったんですね。まあ、今でもかなり交通量が多いので、函館新道が開通する前はですね、かなり大変なことになってたんじゃないかなという感じがします。まあ、大阪王将がここにあります。ファッションセンター、島村、札ドラ、スーパー、アークスなど郊外型の商業施設がこの辺りは多いので、かなり交通量も多かったんだろうなと思います。この川を境目にしてですね、七飯町に入ります。ということは、こう七飯の市街地なんでしょうかね。そういうわけでもないんでしょうかね。七飯駅はまだありますもんね、先ほどは。はい、ここはですね、歴史のありそうな松の木が両サイドに並んでいまして、この国道5号がですね、歴史ある旧街道であるということが伝わってきます。なんだろう、ラーメン屋松笠と書かれています。まあ、この辺りのシンボルっていうのはやっぱりこの松なんでしょうか。なんだろうな、この手の松ね、他のところでも見ましたね。奥州街道でも見たことありますし、日光街道でも見たことがあります。なんとなくこの手の松を見ると、ああ江戸時代からある道なんだなというですね、そういう印象を持ちます。はい、それではですね、青信号になりましたので先に進んでいきましょう。この松の木と松の木に混じってですね、商店がずっと続いています。函館から札幌、小樽方面に向かう歴史ある、街道として、おそらくは古くから栄えていたのでしょう。そして左側にはですね、チャリンコが3台走っています。まあ大きな荷物を持っているわけではいないので、おそらくは地元の住民なんだろうと思います。大中山駅はですね、そろそろということになりますね。この信号ではないのか、この信号左折かもしれないですね。で、駅は反対側かもしれません。ちょっとですね、ちょっとこれですね、かなり入り口が複雑ですね。なんか幹線の駅の割には駅前通りに信号がないんですよ。
でこれの次ぐらいのところを無理くりこれだと思います多分ね。これを左折すると大中山駅の、駅前通りということになります。右は何だろう、これ工事中みたいですね。ここを多分立派な駅前通りが、そのうち整備される予定なんだろうと思います。はい、これが大中山 駅前ですね。駐車スペースはたっぷりあります。で止めてる人が多いのはここに車を置いてそこから JR で行ったっていうそういう感じなんでしょうかね。はい、まあ、私も車を止めてですね、現地調査の方を行っていこうと思います。はい、JR 函館本線大中山駅の駅前にやってきました。駅舎はですね、木製で新しい駅舎です。駅前通りはですね、狭いんですが、拡幅工事中といったところでしょうか。はい、それでは駅舎の中入っていきましょう。駅舎は真新しい。木の香りがします。列車はただいま3分遅れで新函館北斗駅を発車しております。列車到着までもう少々お待ちください。函館駅17時27分は3分遅れです。切符売り場は簡易式と。はい、これがですね一番ホームになります。ここに立派な木があったようですが切り取られています。伏線電化ホームの長さは非常に長いですね。列車は6両対応ですね。これはあれですかね、函館ライナーが止まることを想定しての6両対応ということになるんでしょうか。何か来ますね。何が来るのかは知らない。向こう側から来るね。ここから線路は少し下りになるようです。はい、それで、跨線橋の方ですね、上に上がっていきたいなと思います。暗いですね。ここもですね、さっきの駅と同じですね。そしてここはなんかですね、なんだろう、鉄柵で挟まれてますけど、阻まれてますけど、自由連絡通路も兼ねているみたいです。ただですね、自由連絡通路は自由連絡通路、駅構内は駅構内で、完全にですね、鉄の柵で区切られていると、そういう構造になっています。でもここまで来たら繋がってるんですね。なかなか不思議な作りの駅ですね。これが2番ホーム、2面2線ですね。そしてこれが大中山駅の反対側の入り口ということになります。はい、こんな感じでしょうか。なかなか木製でですね、駅舎の居住性は非常にいい駅でした。駅の音はありませんでした。それでは今日はこの辺で。